っと歴史が作れたよって言ったと思いますから。183センチの長身フォワード、大分トリニータ主将、高松大輝選手。トリニータ一筋9年目、ナビスコカップ決勝で先制ゴールを挙げ、MVP 獲得。キャプテンとしてチーム初のタイトルに大きく貢献しました。高松選手は宇部市出身の27歳。旧多々良学園では3年夏のインターハイでベスト4入りするなど実績を残しました。卒業後は大分トリニータに入団。 J2 から J1 昇格へ、クラブの成長とともに歩み、2004年にはアテネオリンピックも経験しました。しかしキャプテンとなった今シーズンは怪我に悩まされました。4月に右足を負傷し、選ばれていた日本代表候補も辞退。なかなか試合に出場できず、もどかしいシーズンを送っていました。ナビスコ決勝はそんな中巡ってきた大舞台。ここぞの勝負強さを発揮し、超満員4万8000人の大観衆の中、最高のプレーを見せました。リーグ戦とか試合あんまり出れなかった分、やっぱり自分がやってやろうという気持ちもありましたし、まあ、本当結果が出てよかったと思います。元気本気根気、高松大輝選手の母校はここ宇部市の時和中学校です。大先輩の活躍にサッカー部の後輩たちも大いに喜んでいます。見ててどうだった？いや、その1点目を決めた時にもうすごいかっこよくて、あんなになれたら嬉しいなと思いました。とてもかっこよくて、本当にすごい選手がこの時中から出てきたんだなみたいな、すごい憧れです。時は中学校サッカー部は現在 1,2 年生の部員が23人。高松選手が在籍した頃は100人近い部員がいました。その中で1年生からレギュラーとして活躍、県大会での優勝や準優勝に貢献しました。宇部でですね、そういう J リーガーが出るっていうのはすごく子どもたちにまずとって一つのこう夢っていうかにもなりますし、まあこれからも頑張ってほしいなとは思っております。はい、正月3日には高松選手の同級生らによる初蹴りが毎年の恒例行事となっています。スーパーヒーローの規制に子どもたちの期待も高まります。帰ってきたら会いたい、もちろん会いたい。会って何したい？握手してもらう。時は中とほど近い慶新高校です。先日の高校サッカーでは準優勝に輝きました。このチームを引っ張った監督がなんと高松大輝選手の中学時代の先輩なんです。慶新高校サッカー部、竹重剛監督。慶新に赴任して2年目ながら、先日の高校サッカーでは初めて決勝に進出し、最強と激闘を演じました。中学時代、強豪の時中で一つ下の学年に高松選手がいました。1年生の頃からテクニックがずば抜けていて、頼りになる存在だったと振り返ります。こぼれ球が大輝の前に全部転がってきて、で点を取るポジショニングが非常に良かったですし、こうこれっていう試合の時にいつも取ってましたので、1年生とは本当思いませんでした。J リーグで MVP なかなか取れるもんじゃないと思いますけど、さすが大輝だなと思いました。夢志より高く、次は悲願のリーグ制覇へ。残り3節で首位鹿島に勝ち点差2の4位、優勝を狙える位置にいます。宇部が生んだヒーローの挑戦はまだまだ続きます。もっともっとビッグクラブになるためにはね、もっと自分も成長していけたら、もっとなんすかね、大分の歴史を作っていけると思うんで、もっともっと成長していきたいと思います。